悪徳 YouTuber をぶっ壊す。はい、どうも、水にゃんです。本日の動画なんですけれども、この水にゃんチャンネルの、貯金箱になっている、ジョーブログ大先生ね、大変なことになってます。で、皆さんにある一枚のね、画像を見せたいんですけれども、ぜひ、見てください。それがこちら、ドン。これジョーブログ大先生の、サブチャンネルなんですよ。で、何があったかというと、ジョーブログ大先生メインチャンネルの方ですね、チャンネル登録者数130万人超えてるんですけれども、何やら、ね、YouTube にこう不適切な動画をアップロードしてしまって、で、運営から、2ストライクを食らったんですよ。で、2ストライク食らって、あともう1回ね、3ヶ月か半年以内に、動画が削除されてしまうと、 YouTube のチャンネルがね、3ストライクになって消えてしまうんですよ。だから、今そのメインチャンネルに上がってる危なっかしい動画をいろいろ削除していて、この3ヶ月か半年の間に一度も、YouTube の方から処分下されなければ、またね、リセットされるので、またメインチャンネルに動画を、上げていけるというような、感じの、仕様になってて、で、ジョーブログ大先生、もう一つメインチャンネルの方がストライクがつかないように、サブチャンネルに今、動画を投稿してるんですけど、これ、1週間前にね、フィリピンのホストに行ってイケメンを指名してみた。ちなみに、このジョーブログ大先生の、サブチャンネルのチャンネル登録者数は17万人を超えてます。だからだいたいその僕のチャンネルと、似たようなチャンネル登録者数ですね。で、ご報告とお詫びという動画。これなんですけれども、ジョーブログ大先生、渋谷のスクランブル交差点でね、ベッドを持ち込んで、そこ真ん中に、渋谷のスクランブル交差点のね、ど真ん中にベッドを持ち込んで、そこで、寝た動画をアップロードしたね。で、その時に、その動画が、道路交通法違反に当てはまるということで、書類送検をされて、で、東京地検の方で、略式起訴命令が、下ったということなんですよね。で、そこでですね、その件に関しての、ご報告とお詫びという動画、これサブチャンネルに投稿されてるんですけど、これが、テレビとかで報道されたにもかかわらず10万再生と。で、他は、ジョーブログ大先生がね、自分がパイオニアだと思ってる、旅の動画なんですけど、なんと1週間前に投稿したフィリピンのホストに行ってイケメンを指名してみたっていう動画、1万8000再生。フィリピンのキャバクラに行ったら彼女ができてしまいましたという動画、6日前に上げて3万1000再生。身長100センチの世界最小の男たちが戦うボクシングを見に行ってみた。なんと3日前に動画を上げて、1万2000再生。メインチャンネルが130万人もいて、で、サブチャンネル17万人もいる、ジョーブログ大先生のチャンネルとして、この再生数はどうなのかなって。ね。今ね、ジョーブログ大先生ってどういう事態に陥ってるかっていうと、もうかなりね、ファン離れが加速していて、で、メインチャンネルで動画を上げるたんびに、実はチャンネル登録者数が減っていってるんですよ。これマジだよ、これ。ガチ。ね。で、動画を上げない日が、チャンネル登録者数が増えてるんだよね。だから動画を上げればチャンネル登録者数が減るし、で、動画を上げなければチャンネル登録者数が増えるっていう、普通なんかね、逆の方、逆じゃねっては思うんだけど、俺もちょっとそこのところは人のことを言えないから、なんとも、言えないんだけれども、チャンネル登録者数ね、100万人超えてる YouTuber のサブチャンネルとしては、正直この再生数どうなのっていう感じだし、
もうこれ引退した方がいいんじゃないって、もう引退してバーの経営に専念したりとかで、オン・ザ・ロードっていう事務所を経営してるから、そこで人育てた方がいいんじゃねっていう感じがねするんだよね。で、まあ、そんなジョーブログ大先生なんですけど、なんと8月にね、まあ、渋谷のオーベストっていう、まあ、大きいライブハウス、まあ、キャパシティ確か600人か700人のところなんだけど、まあ、そこでオン・ザ・ロード・フェスっていうのを開催するらしいので、それがまあ夏フェスということで、でまあちょっとさ、キャパ600から700のところでフェスやるのって広すぎない？で、まあその俺自身もさ、そのチケットをまあ買おうと思ってさ、でチケットサイトを見てたんだよ。でそしたらさ、まだ普通にね、あのチケットを買えたし、でガラガラなのよ。でまあジョーブログ大先生もさすがにこれ危機感持ってんのかなと思って、でジョーブログ先生がツイッターで宣伝してるのかと思ったら、1週間前からツイートを遡ってみると、一度もジョーブログ大先生このフェスに触れることなく、なぜか、まあ、お笑い芸人とかね、亀田光輝と一緒に撮った写真とかばっかり上げちゃってるっていう、なんか本気でこれフェスやる気があんのかなってなんか僕は思ったのね。でしかもなんかフェスに出るようなメンツを見ても、ぶっちゃけ誰この人みたいなメンツで、あんまりなんかそのインパクトがなさすぎて、今ね、まあそのジョーブログ大先生の周りというか、そのオン・ザ・ロードっていうね、まあ事務所の方がかなり必死になってるのね。でまあそのジョーブログ大先生がやってる、まあジョーズクラブっていうオンラインサロンがあるんだけど、そこに入っている人から、僕のところにまたまた内部情報が届きました。これは以前紹介した方と全く、別の方です。で、その方のね、LINE をご紹介したいと思います。ドン、ジョーブログの関係者から暴露が来ましたって動画を見ました。私もジョーズクラブに入っているものです。動画に関する話は全くその通りです。しかし、現在、イベント部、ジョーズクラブの中の小さなグループというところに所属している人らは、他のオンラインサロンのように横のつながりを強くしたり、レディーゴーで交流を増やせるような企画を作っているようですが、すでに残っている人はジョーブログのファンでイエスマンが多く、脱却は難しそうです。で、ジョーブログ本人が今やりたいことはバンドのようなので、それ以外あまり興味が ないようです。逆に言えば、彼がやってきたレディーゴーやオンラインサロンで今行動してアピールできるという場面にも見えますが、それがいいかは、分かりませんと。で、よければジョーブログの内部情報を伝えても構いませんが、興味はありますかと。で、僕は興味はありますと。分かりました。内部情報で動画のネタになる話があれば何か伝えていこうと思います。私も LINE アカウントはどこにも、お見せしないように、お願いしますと。昨日以下のような投稿がマネージャーのりょうや氏からあったので、8月3日のジョーブログのフェスの人は集まっていないと思われるし、ジョーズクラブに集客を少しでもお願いしている、ので必死に見えると。でこれがまあ以下の投稿で、ジョーズクラブ&ネノクラ、なんだネノクラ限定、ジョーズクラブ、ジョーブログオンラインサロンネノクラ、なんか2つのサロン限定、8月3日に開催されるオン・ザ・ロード・フェスの限定チケット制度が始まりましたと。で友達連れで限定特典があると。で友達の人数によって変動ね、なんかネズミ講みたいですね。1人7000、1人じゃ友達を連れてくると、
7600円のチケットが5700円になると。だ1人分半額、あそういうことか、1人分が3800円だから、で友達1人連れてきたらじゃあ2人で7600円になるけど、でも、1人の分は、半額になるよと。で2人友達連れてきたら11400円、から、7600円1人分無料になると。で3人友達を連れてきたら15200円が、9500円になるよと。1人分無料で2人目半額と。4人以上、チケット2人分、7600円分が、無料になるよと。で、ジョーズクラブオアネノクラの会員以外の人を連れてきた人に、限り、適用と。当日何差額分受付にて返金、E プラス、手売りチケットどちらも対応とね、そういうことですね。はあまあこのような速報性高いお話を基本的にしていこうと思っていますが、裏を取りたいからとか、こんな話は本当か確認できるかなど質問があればお聞きくださいというような、まあそのジョーズクラブからの、内部リークが、来ました。まあぶっちゃけね、まあ相当人集まってないんだなって思った、これやってて。だってってかさ、あのわざわざさこんなことさ、あのやるんだったらさ、こんな大きい箱借りですよってないじゃん。だってさすがにさ、最近のさあのジョーブログの人気のなさからもう見たらさ分かるじゃん、どれぐらいの箱、まあ、600、700集まるわけがねえなんてさ。それなのになんであんなでかい箱を借りたのって話じゃんね。計算がない、計算できないのっていう話だから、まあ、ここ俺の予想なんだけど、まあ、ジョーブログってさ、まあ、その見えっ張りなところもあるし、であと器も小さいし、で綺麗事しか言わないじゃん。だからどうせ計画の段階で、あのなんならもう挑戦しやろうぜみたいな、大きいことに挑戦しやろうぜみたいなことをぶち上げてしまって、引くに引けなくなって、じゃああのジョーブログさん、渋谷のオーウェストっていうスタンディングだったら600人700人集まる箱があるんですけど、そこだって行けませんか、あーええー、よええー、よやればええやそういうノリで、あのジョーブログ自身もあの適当に多分やっちゃったんだと思うんだよね。で引くに引けなくなって、あれチケット売りました、あやべえ全然なんかあのチケット売れねえじゃん、しょうがねえや、じゃあなんかここはあのアムウェイみたいにあの友達紹介したら、あの君にあの友達紹介してくれたらこう君にあの半額分のお金渡すよっていう方式に切り替えちゃったわけだよね。いやーやっぱりね、やっぱうさんくさいことをねやるジョーブログ大先生だなと思いましたよ、正直。いやだからもうね、俺はね正直はジョーブログ大先生のことなんてもう貯金箱以外の何者とも思ってないんだけど、でもなんかちょっとこれを見てて、まあかわいそうになったんで、まあちょっと1枚チケットを買おうかなというふうに、まあなんか思いました。はい、まあもし、この動画を見て、いいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。以上、ニズニャンでした。本日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。それでは、以上、ニズニャンでした。じゃあね。